花咲パッカーン、わあ、ちょっと見た目があれですけど。ということで、ゴーゴーホッピーいただきたいと思います。あの、三連にしたかったんですけど、これもいいですね。ちょっとあの、ジョッキがちょっと間に合わなくて、ちょっとあの、氷に逃げましたって感じで。あ、宮さんももう残りが、あー、やばいっすね。残りがもうわずかとなってます。なっております。ゴーゴーホッピー投入、ちょっとマドラーそして持ってきてないよみたいな。イエス、パインです。うん、大好きですね。もうアラブホッピーホッピーホッピーハッピーって感じで、うん、あ、なんかあのイカの味がします。あー、箸が、さっきも鼻先パッカンやったんですけど、今日あの、これ富山ブラック、これ激アツコメントだったんですけど、この富山ブラックさんいただきたいと思います。あの、カップラーメンでもあるのかな、あ、見た時あるないような、あるような、こちらをね、いただいていきたいと思います。あ、ちょっと文字がギラついてて、ちょっとあれですね。うん、もう料理 の手順とかなんかいろいろあれだったんで、あのさっき見たようにちょっと見た目がちょっとあれなんですけど、ちょっとかき混ぜてね、やっていきたいと思います。あ、黒いですね。黒いっすね。わー、いただきます。もうあの汁がちょっとあの冷やがって、ふのりとか入れちゃったんでね、あの汁がすげえ冷やがってるんですけど、うん、うん、あ、土鍋で作ったせいか、あの伸び伸びですね、麺が。うん、うん、うん、でもちょっともう混ぜますね。あのビビンバじゃないですけど、あの混ぜるのもったいないけど混ぜちゃうみたいな感じや。うん、ああいいですね。ちょっともうあの贅沢ですけど、ちょっと混ぜます。もうすごい、あの汁がもうないんですよね。汁気がちょっとあのつけ麺ぐらいになっちゃってる感じで、ちょっとあのやばい。分量測ってあの 500ml にしたはずなんですけど、ちょっとあの冷え上がりましたね。うん、うわ、もうニラと玉ねぎとふのりと入れましたね。本当は玉ねぎだけ入れるはずだったんですけど、ちょっとおー、すごい、ちょっとニラとそばといってみたいな。ああ、もう汁なしのためになっちゃうのやばいですね。メガネ曇る。うん、うん、うまっ。うん、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 ニラめっちゃ好きですね、私。うん、これで2つ買ってきたやつもうないですね。うん、うますぎ。これの玉ねぎさんですね。玉ねぎ伯爵。誰やねー。うん、うん、うん、甘くなりますね、やっぱり。生玉ねぎめっちゃ辛いのに、なぜに火を通すとこんな甘みが出るんですかね。すごいですね。もうふのりこう混ぜたら、もうふのりがもうあの絡み切って、わかりますかね。ふのりが結構絡みついてるんですけど、うん、ちょっとふのりさんの絡みついたとこいただきます。いや、マジで汁がちょっとこれあれですね、干からびちゃった。
胡椒入れなくても胡椒の味すごいしますね。うん、私胡椒大好きなんだよ。教えてくださったことあざーす。あ、こっちじゃないですね。胡椒めっちゃ美味しいです。ちょっともう汁が冷え上がってあるあれなんですけど、うん、あの今度また買ってきて、あのちゃんと汁ある感じで、あの頑張りたいと思いますけど、うん、美味しいですね。胡椒効いて、これ何入ってるんですかね。富山ブラック、胡椒の辛みが強いラーメンです。辛いものが苦手な方はご注意くださいって赤文字で書いてますね。やっぱり黒胡椒のパンチに衝撃をなんとかって書いてるので、やっぱこれ 黒胡椒すごいの、黒胡椒のパンチが効いてる感じですね。うーん、あー、富山ブラックのブラックはあのその黒胡椒のブラックだったんですかね。うーん、うわ、マジであの汁なし担々麺になっちゃう。鼻水が出ます。うん、美味しい。でも味めちゃくちゃうまいっす。これ食べづらいっすね。これちょっと外したいんですけど、うん、結構辛い。でもうん、結構本格的な辛さですよこれ。やっぱ赤文字であの辛い人はって書いてるだけあって、うん、辛い。うん、赤文字で注意書きがあるだけあって、舌とかビリビリしますね結構。うん、うまっ。うん、こわっ。あ、ちょっとダクダクしてますね。うん、食べていきたいと思います。大津ぽーです皆さん。